はい、おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望波動、今回はシーズン3工場最強編成ということでやっていきたいと思います。シーズン3のね、新しい武将がね、工場戦向きなね、武将が多いので、まあ、工場戦の舞台だいぶシーズン3に入って構成変わったかと思います。まあ、そんな考えられる中で、春川流の工場戦最強編成をね、考えてみましたので、ぜひ皆様にご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずこちらですね、まあ、どんな舞台構成になるかということですね、こちらになります。まあ、5舞台ありますが、一番左のね、北条氏康は、まあ、ご案何でもいいと思いますけどね、5舞台目枠は、まあ、重要なのはこの真ん中ですね、今川義元、羽柴秀吉、毛利元就のこの足軽3人衆が工場戦一番強いんじゃないかなと思っております。で、もう一部隊は騎馬ですね。騎馬の上杉謙信という感じですね。まあ、コンセプトとしてはですね、羽柴秀吉に対部隊の火力をフルマックスで出してもらうというコンセプトの部隊になっております。毛利元就もそこそこ対物に威力を発揮しつつ、敵部隊をまあ前方で吹っ飛ばしてと。で、今川義元は完全にね、バフを巻きながら、まあ、自身も攻撃していくっていう感じですね。で、上杉謙信の騎馬はですね、完全に遊撃部隊として、まあ、できればこの足軽の3人に近づかないように、あっち行ったりこっち行ったり戦っていくっていう感じですかね。で、5部隊目作れる人は、僕はまあ北条氏康にしましたけど、ここはね、何でもいいかなと、まあ、何でもいいかなっていうか、候補がいっぱいあってですね、鉄砲隊の織田信長と、まあ、これはこの足軽部隊の後ろから鉄砲で撃ってね、部隊を蹴散らしていったりとか、あとはまあ鈴木茂秀でもいいですね、剣吾をこの前の3人のうち2人にね、剣吾巻きながら自分も鉄砲台でまあ部隊を散らしていくと。結構やっぱり工場戦において剣吾重要なんですよね。まあ、あと今回出てきた回復とかも、一回ね、部隊やられちゃうとまた自陣の本陣からね、いっちゃらおっちゃら歩いていかなくちゃいけないんで、まあ、その分のね、 DPS のロスが大きいんですよ。じゃあ実際この舞台の中身ですね、どんな構成になってるのかちょっと見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょうと。まあ秀吉からいこうか。うん、今回の主人公の秀吉舞台、多分ね、右側の防御の副将は差し込んだ画像になってますが、はい、この舞台になっております。大将に秀吉を置いて、攻撃側の副将に竹中半兵衛で、防御側の副将に黒田官兵衛で、攻撃側は羽柴秀長、織田信長、これシーズン1の織田信長ですね。で、蒲生氏郷、藤堂高虎という形になっておりますと。だいぶ組むのが大変な舞台になってますね。シーズン3の武将が3人も入ってるとなかなかこれ星重ねるの大変だなというところでございますが、まあ、羽柴秀吉にフルマックスで火力出してもらうためには、迅速と寒波をやっぱり秀吉の舞台に発生させて、先方速度を 20% アップした状態で行きたいというところでこの舞台になりましたね。本当はね、竹中半兵衛を弓隊でね、別の舞台としてっていうふうなことも考えたんですけど、工場戦で大仏で火力を出すというこのコンセプトをね、一番に考えた時に、やっぱり羽柴秀吉の火力を上げる方がいいかなというふうに帰結しまして、こうなりましたと。で、まあ、ちょっと右側に発生する技能書いておきますが、武略3にしました。はい、通常攻撃速度アップですね。これ大仏にとって通常攻撃速度アップするのは相当火力出ますんで、これ武略3は必須かなと。で、武略3にするために、藤堂高虎、蒲生氏郷、シーズン1の織田信長が入れてると。まあ、ガモ、おじさとはね、ちょっと足がある B なんですけど、ちょっと武略の方が偉いので入れましたね。で、攻撃側の副将の織田信長なんですけど、これね、全然全然連鎖率いかないんですけど、ガモ、おじさと藤堂高虎、織田信長のこの3択になると、まあ連鎖率低くても信長でいいかなと。藤堂高虎の方が連鎖率いいんですけど、藤堂高虎の戦法って敵一部隊に攻撃防御武勇知略破壊を 20% 低下なんですよね。なんで連鎖してこれが発動しても1ミリも意味がないので、それであればまあ連鎖した時にちょっとでもね、敵にダメージが入る織田信長の方がいいかなということになっております。で、この画面上はですね、連鎖率ここ 37%、27%、15% ってなってますけども、これ秀吉のレベル僕8なんで、公職が、じゃないや、急進が発動しておりません。これね、同じ NC を持つ人数 ×1% なんでね。
でこの組み合わせていきますと連鎖率 6% 全部上がりますんで、竹中半兵衛これ37になってますけど43で、羽柴秀長がですね 27% になってますけども、急進で 6% 上がって、あとね、この子中隊持ってますんでさらに 2% 上がります。なんで、35% まで羽柴秀長もいきますね。で信長は 6% だけなんで 21% まで上がるという感じでございます。何気にね、羽柴秀長破壊だよね、敵3部隊に破壊 200% 合計持ってるんで、羽柴秀長まで3連鎖すれば結構いいダメージが出るかなというところ。本当はね副将で置きたいんですけど、竹中半兵衛の迅速が与力になっちゃうと発動しないので、どうしてもやっぱり黒田官兵衛、竹中半兵衛は副将に置くしかないという形で、こんな感じということで、こういうような組み合わせになってますね。うん、みんな政治高いし結構火力出るんじゃないでしょうか。で次、毛利元成隊でございます。これもねめっちゃ迷いましたね。こちら攻撃家の副将には松永久秀を採用しましたと。で与力に斎藤道三、浮田直家で、右側は明智光秀、宇佐美定光、山本勘助という、まあ、毛利元成の副将はね、浮田直家とか三好長慶が、来ることが多いと思うんですけども、まあ、甲状腺においてはね、破壊の累化と、敵2部隊のね破壊 200% 攻撃、あと攻撃速度もね上昇してくれるバフもねかけてくれるので、やっぱり向上向きなんですよね松永久秀。でここには書いてないですが、松永久秀と毛利元成の連鎖率は 29% になっております。なんで浮田直江と三好長慶あたりとそんな変わんないですね。でその下がすごいんですよ、斎藤道三 39% 浮田直江は 36% ということで、ここは結構ね高い連鎖率があります。でちょっとね、右側を説明する前にこの部隊で発動する技能こちらですね。まずはもちろん気略さんにすること、明智光秀、毛利元成、浮田直江と。でこれで気略さんですね。で毛利元成の新さんがあって、王鵬があって、で器用があって、駆逐が2と。であとここですね、封殺さんという形で、封殺をね3にするために経過適正 B の宇佐美定光を入れているって感じですね。であと再起と希望という感じになっております。で次、ここはですねシーズン3の今川義元の舞台ですね。副将には徳川家康を採用しました。ここ書いてないですが連鎖率は 31% です。で与力はね、まあ割と何でもいいんですけど、まあ里見義孝と、織田信忠を僕は採用しましたね。里見義孝はね知略アップの知略攻撃で、織田信忠は武勇攻撃、攻撃速度アップ、やっぱり攻撃速度アップ重要ですよね。で攻撃通常攻撃力類化、これはちょっと意味ないけど、あと2型2部隊に攻撃 20% 上昇、これもちょっとあんま意味ないけどね、対物に関しては。まあでもね、攻撃速度上がるのはやっぱり非常に重要なんで、知略攻撃、知略攻撃、知略攻撃という風にまとめてる中で、信忠だけ武勇攻撃なんでね、ちょっとチグハグしてますが、攻撃速度アップを買って与力に入れております。で右側がですね、これねぶっちゃけ何でもいいっす。まあ技能見てみましょう。武略に英明逆境、地理合流、威風八分、器用に一心中退という形になっておりまして、どんな技能をね重ねて部隊を強くしようかというコンセプトで考えたんですけど、まあまず器用ですよね。で足軽で器用を詰めるのは北条氏政くんと細川忠興くんだったんで、この2人入れたと。あともう一つどうすっかなとなった時に、せっかく今川義元武略持ってるんだったら、じゃあ武略持ち置くかということで本田忠勝を置いてます。まあね、ちょっと政治低いんで大仏考えるとあんまり副将に置きたいキャラじゃないんですけども、まあまあでもね、テンプ900ですし採用しましたね。はい。であとはまあ上杉謙信ですね。ここはまあまあ普通に騎馬隊ですね。これはまあ上杉謙信の騎馬隊って組み方いろいろあると思うんですけど、僕はこれですかね。謙信と景勝で戦闘員で、吉清か、村上吉清、これはもう左側はもう完全固定、ずっとこのままですね僕。で右側は、これ、謙信ですね、謙信。謙信を4にするために、鶴ちゃん、井伊直虎と、大市を入れてると。まあ、大市がね、経過適正 C なのがきついんですけど、これはね、もう、調整があともうちょっとで4になるんで、4になったら、足軽、牙の教えつけないと。きつすぎる。あとあれか、戦闘員が謙信持ってるんで、謙信を合わせるための上杉謙信と。まあこれはまあ何でもいいでしょう。皆さん持ってる武将の中でもっといい組み方がいろいろあると思いますんで、そちらでもいいと思います。
あと5部隊目ね、組むとしたらっていう形で僕は仮でね、北条氏康部隊にしましたと。まあ先ほど申した通り、ここは何でもいいと思います。鈴木重秀でもいいし、島津義弘の鉄砲もありかな。あと武田信玄、北条氏康と。まあ、この辺だったら、これまで紹介してきた武将たちを使わずに組めそうかなというところですね。でまあ僕の北条氏康は今回はこうなりましたね。副将に、北条綱重を今回は採用してます。いつもはね、長野成政を副将に置いてるんですけど、今回は綱重と。今回はっていうかまあ、今後もし北条氏康部隊作るんだったら綱重上の方に置こうかなと思ってます。まあね、本当はね、武勇戦法なんで、北条氏康の戦法とちぐはぐしてるんですけど、あれね、味方3部隊に結束10パー付与が欲しいですね。それも負けて武勇250%攻撃2部隊に巻くんだったら綱重でもいいかなというふうに思いました。はい、あとはですね、これ内助コンビですね。早川殿、ねね、松、受刑にで内助が4かな。はい、それでは以上でございます。シーズン3工場最強編成いかがでしたでしょうか。まあ、ほんの一例と思っていただいていいんじゃないでしょうか。これが大正解ってわけじゃないと思いますし、皆さんのね、手持ちと星のね、重なり具合にもよってきますんで、という感じでございます。ただね、羽柴秀吉のあの火力の、大仏の火力が出そうなやつは、組んでみたいですね。まあ、竹中半兵衛引いて、羽柴秀長も持ってて、あと黒田官兵衛引ければ、なんとかあれ組めるんでね。羽柴秀吉一部隊だけでも結構動き回れて火力出せると思いますけどね。ちょうど今、イベントで番外工場戦やってますんで、まあ番外工場戦どんな編成でいこうかなと考える中での、まあ参考になればいいかなとは思っております。はい。僕の部隊はね、今はちょっとお見せできないぐらい対工場戦に不向きな部隊になってますんで。鉄砲キバキバキバですからね。全く大仏削れねえっすよ。まあだから本丸の周りに湧く敵部隊を蹴散らすっていう役割に専念しちゃってますね、もう。うん、足が上げないって決めた時点でそうなるのは分かってましたんで。本当に一門の皆様ごめんなさい。耐久削りできないんで頑張って部隊倒しておきますと。という感じでございます。はい、それでは今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。